クリスチャンさんは、ノルウェー・アグデル県の都市、またアグデル県、ベスト・アグデル県の県と、名称は創設者のデンマーク王クリスチャン4世に、ちなむ、1838年に死となった。1965年に、オッテーネスト、ランドさん、タベイトと合併した。2020年1月1日に、ソーング・デリーン、ソグネと合併した。人口は、約11.3万人で、 県内では1番目、国内でも6番目に多い。クリスチャンさんは1641年にデンマーク王クリスチャン4世によって作られた。最初は商業都市として戦略上の用地であることと地域の経済基地としての強化、また人口を増やすことによる地域の防御という目的が期待されていた。クリスチャンさん中心部はクバドラチュアンと呼ばれる5番の目上の道路をしている。 クリスチャン山動物園は、市東部にあり、多くの種類の動物を飼育しており、大半が自然な状態で飼われている。狼、虎、山猫がいる。地域は、動物園とレクリエーション用公園とが驚くべき、調和で配当されている。毎年7月、クリスチャン山では、クアルト祭りというノルウェー最大規模の音楽祭が、催される。 クリスチャンさんは空と海の便でヨーロッパ各国とつながっている。クリスチャンさん空港は市東部から1 2トルの場所にあり、ヨーロッパ及びノルウェー各都市をつなぐ。市中心部からデンマークの街をつなぐフェリーが往復する。バス、電車でもノルウェー各都市とつながっている。クリスチャンさんは北海油田産業支援の主要造船所と修理所を持つ。 クリスチャンさんとアグデル地方は、ノルウェーのその他の地方に比べ夏の日照数が多い。南南東の風のせいで、相当の積雪が冬に記録されるが、長く、雪が残るのは稀である。ノルウェーでも高学歴者の多い土地柄である。ネイブン、P ・ピー、ない子もやなノルウェー政府。2021年4月3日閲覧。ノルウェー、カウンティーズミューニセパラティス。 シティパプアレーションで2021年4月4日閲覧、クリスチャンさんを流れるおドラガはありがとうございます。